インパクトからフォローで回ってないからですよ、結構体回せっていう話のレッスンって多いと思うんですけど、私は一切体回せと言いません。レッスンをやっているとよく聞くキーワードがあります。それは飛距離が落ちた。と言ってもだいたい年齢でいうと50歳、60歳、ある時々でスポーンと飛距離が落ちたっていう話を聞くんですね。だいたい何歳の時から飛距離がストンと落ちてしまったとか、あとは何歳の時に病気をしてしまってそれから急に飛距離が落ちた。これはやはり筋力の低下によることが原因で飛距離が落ちてるんですけれども、筋力が落ちたことが直接的な飛距離のダウンの原因ではないんです。今日はそこのメカニズムについて詳しくお話をしていきます。またあなたが簡単に飛距離アップができる方法もお話ししていきますので、飛距離が落ちて悩んでる方、ある程度まだまだ体が筋肉があって元気なはずなのに飛距離が出なくて悩んでる方、最後までご覧いただいて最速でまた簡単に飛距離アップできる方法を習得してください。それではまず飛距離が落ちてしまっている方の特徴的なスイングをやってみます。こういう動きです。こういう動きっていうのは手とクラブヘッドが平行移動してるかのような動きですね。簡単に言ってしまえばクラブヘッドが走っていない、ヘッドスピードが上がっていない状態です。こういうスイングをしてってもある程度筋力がある場合、しっかり体を回せてる場合は飛距離が出たりまっすぐ打てたりするのであんまり気にならないのですが、筋力がなくなった場合にこのスイングはクラブヘッドが走っていないので飛距離が出ません。飛距離が出ないからどうするか、グッて力を入れて力むので体が大きく揺れ始めて当たらなくなる、悪い循環ですよね。今日はあなたが効率よくクラブのヘッドスピードを上げながら、しかも体をほとんど使わなくてもちゃんと飛ばせる方法について今から説明していきます。この話が何がいいかって、飛距離が出なくなった人ってバックスイングで肩が回ってないからですよ、インパクトからフォローで回ってないからですよ、結構体回せっていう話のレッスンって多いと思うんですけど、私は一切体回せと言いません。それよりはもっともっと楽に飛距離アップできる方法なので、楽しみにここから聞いてみてください。この体を一生懸命使わずしてクラブを効率よく使って飛距離を上げていく方法を3つのステップに分けて説明していきます。まず1つ目、右手だけで素振りをします。どのように素振りをするか、この体の右サイドでくる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 回していくだけなんですね。これをまずやってほしいです。これを上手にやるためのコツっていうのは、この右手の親指と人差し指だけでクラブを握ることです。小指薬指中指まで握っちゃうとこうなります。これ決してふざけてるわけではありません。もうそれどころかちょっと手も痛いんですけど、小指薬指中指を握ると手首がロックされてしまいます。そうすると手を支点として回すことっていうのができなくなり、結果的に腕もこうやって引きずられるように、動きスピードは遅いです。これがクラブをちゃんと使えない人の悪い動きなんですね。だったらこの3つの指、中指、薬指、小指、これは軽く触ってる程度で親指と人差し指で挟むようにして持ってるぐらいでいいんですね。それで回してあげます。まずはこのクラブを回す程度の
動きっていうのをやってあげてください。手はほとんど動かずにクラブだけがくる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 回っていくようにしていきます。次にこれができるようになりましたら、クラブを手の位置で回すだけじゃなくて少し腕全体も使ってあげてスイングにつなげていきます。腕全体というよりは肩から下の二の腕なんかをうまく楽にして動かしてあげる感じになりますね。そうするとバックスイング上げてインパクトからフォロー、バックスイング上げてインパクトからフォローというふうに腕が動いてから手首も楽に動いていますので、聞こえますか？風切り音が聞こえますよね。これが風切り音が聞こえない人はやはりまた手に力が入っています。手を楽にして回す動きを意識しながら、そして腕も使ってこうやってビュンって音が鳴るように練習していきます。そしてこれができるようになったら、いよいよ左手もつけていくのですが、左手がついた瞬間にさっきより音がちっちゃくなっちゃったという方は左手が邪魔しています。邪魔しているのはやはりこの3本指、中指、薬指、小指、力入れすぎです。ここも一緒で人差し指と指で挟むようにして、こうやっていい風切り音が聞こえるようにやっていきます。このままスイングにつなげていくんですね。ここまでで私はバックスイングで体を回せとか体重移動っていうような体を使うアドバイスは一度もしていないですよね。このままでいいんです。このまま構えたら手首が自由に回るかの確認をして、クラブを上げてこの風切り音が出せる素振りをしたら打っていきます。いい音が聞こえましたよね。今意識しているのはこの動きだけです。手だけでいいんです。体は使えなくていいんですって言いながらも、今私が打った映像をご覧いただくと、バックスイングはそこまで体回ってなかったと思うんですが、フォロー方向に自然と体回っていました。これは自然とクラブが加速する動きを体が邪魔したくないよというところで動いただけですので、これはあなたも一緒です。無理に動かそうとかしなくて大丈夫です。勝手に少しは動きます。仮に動かなかったとしても、聞こえますか？これだけの音が聞こえます。これで打ってあげてもかなり強い球で右からフックボールで転がるようなボールが出ます。そうすることで飛距離アップにつながってくるんですね。必ず1回素振りをしてビュン、これが聞こえたら打ちます。まずは体を使わなくて全然大丈夫なので、しっかりとクラブを使うスイングをしていきましょう。これで飛距離アップを測ってきます。このクラブの使い方ができるから、初めて体を使えるようになった時にさらに飛距離アップができたり方向性が良くなったりもしていきます。やはり手だけで振ってるとちょっとつかまりすぎて曲がったりすることも多いんですね。体が使えた方がストレートの強いいい球も打てるようになってきます。ですが何度も言いますが、まず飛距離をしっかり出したい方はクラブを効率よく使うこと、そのためには今日アドバイスさせていただいた手のうまい使い方、腕のうまい使い方、これを習得していただくのが一番早いです。ぜひ今日の動画を参考にしていただいて、簡単に飛距離アップを手に入れていきましょう。もう一度言います。体は使わなくて大丈夫です。今回は大阪府岸和田市にある M クリニックにて撮影をさせていただきました。この M クリニックはゴルファーのために作られたような施設です。クリニックには MRI や CT など検査機器からゴルファーの肘や膝や肩の治療促進や痛みの緩和を治療する体外衝撃波ジャック・ニクラウスが
現役時代に使い続けていた治療機器の最新機種などが揃っています。同施設でのトレーニングジムである PEP 大阪ではゴルファー向けのパーソナルトレーニングを受けることができ、インドアのゴルフラボにはトラックマンも装備されレッスンを受けることができます。事実トッププロからアマチュアゴルファーが多く利用しています。体で何かお悩みがある方、ぜひいらしてみてください。この私のチャンネルでは簡単にゴルフが上達する方法について定期的に動画をアップしております。簡単にゴルフが上手くなりたい方、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた。